17試合終えて11勝3敗3引き分け。首位のマリノスに1試合少ない状況で勝ち点3差の2位。降格争いした昨シーズンとは雲泥の差です。いや、選手年俸を見たら毎シーズンこの位置にいてもらわないと困る立場なんですけどね。しかしその年俸をたんまりもらってるイニエスタがいないからこそこの順位となってるのが悲しいところ。では実際そのサッカーはどんなものなのか。具体的に言葉にすると、中盤の運動量を活かしたカウンター。左で作って右で仕留める保持。こんなところでしょうか。今回はヴィッセル神戸の前半戦の好調の要因、そして優勝を分けるポイントについて語っていこうと思います。まず直近のスタメンがこちら。トップ下は佐々木が、右 CB は怪我で離脱した山川が務めることも多いです。現状のスタメン、実際の試合では 4-2-3-1 なのでこの表記にしていますが、よく試合前に出る 4-1-2-3 布陣で見ると、中央から右が全員欧州のリーグ経験者です。そりゃ強いよ、全員フィジカルお化けですもん。で、そんな J 基準では桁違いなフィジカルとイデを含めた中盤の運動量は強力です。斉藤はアンダー世代で、山口はフル代表にも入ったボールダッシュ能力にも優れた実力者。バイタルエリアはこの二人でガチガチです。イデも負けず劣らずの運動量を誇ります。画像は福岡戦での走行距離。同じくトップ下で45分プレイした佐々木と比べよく動きます。後半途中での交代が規定路線だからってこともあるんでしょうけどね。個人的にはレスター時代の岡崎を思い出します。ボールを奪って前線に送れば、大迫がキープした木がドリブルで抜き去り、武藤が決定力とフィジカルでゴールを決めます。これはアリシヒのリバプールみたいですね。フィルミーノのポスト、サラーのドリブル、マネの決定力で速攻を完結させる形そっくりです。これ、イニエスタがいると機能しません。タイプ的にも年齢を考えても守備の貢献は計算できず、前線3枚に守備負担がかかりカウンターの鋭さが落ちるためです。そんなわけでイニエスタは構想外に近い状況に。スペインのレジェンドは移籍を決断することになりました。ただそれをサポーターが強く非難できないほどにカウンターは機能。失点13はリーグトップ。1試合少ない状況とはいえ、この数字が上位進出の大きな要因であることは間違いありません。これに加え保持も強いのが今シーズンのヴィッセル。右上がりの 3-4-3 が機能しています。強みは前述した通り左サイド。3バックと 2CH でボールを落ち着かせ、滝が大外で仕掛ける状況を作れば実中8個チャンスを作れます。今シーズンからカットインだけでなく縦への突破もできるようになった滝は1対1なら敵なし状態となっています。ただ、それだけなら2対1で守ればいい。SH の積極的な守備参加で防げますが、厄介なのが左 SD のハセ。フリーになったカレーボールが渡ってしまうと、高精度なクロスがゴール前へ送られてしまいます。そのクロスの的は、武藤、大迫、たまに酒井と山口。保持でも右サイドのフィジカルモンスターたちが猛威を振るってくるのです。勘弁してくれって話です。ちなみに井出は左サイドで保持の安定に貢献し、滝を万全な状況にする手助けをしているためゴール前に入れず。なのでここまでゴール数は0です。そんなところまでレスター岡崎に似なくていいんですよ。まああの時の岡崎はマフレズの相棒をしつつ得点を挙げることもありましたが、まあそんなわけで攻守が本当に珍しく機能しているヴィッセル。なんですが最近は対策をはっきり言ってくるチームもあります。それが露骨に出たのがセレッソ大阪戦。この試合、攻守ともにヴィッセルの思惑を外しに来ていました。まず保持を右サイドに誘導します。左サイドは前も後ろもマークをはっきりとさせ、右サイドはビルドアップ隊に余裕を与え保持を許します。前述した通り右サイドはマッチョ揃い。ですがチャンスメイクをするには難しい選手だらけで、ここから決定的なチャンスを作るのが困難。なんとか作れてもパスに合わせるのが滝トイで。大迫無投のコンビよりは迫力が落ちます。保持ではバイタルをスルーされ、とことんサイドから攻められました。カウンターには滝無投のスピードが欠かせませんが、守備を放棄すれば酒井と長谷は数的不利。彼らを助けるとカウンターへの参加が難しく迫力が減ります。
そもそも山口斉藤を避けているので、ボール奪取の数も減ってしまいます。あの試合、結果に直結した前川のミスが目立ってしまいましたが、試合通してセレッソからお前たちの好きなようにはさせない。って意思をビンビンに感じてとても面白く、ヴィッセルにとっては嫌な展開が続いていました。まあ首位に近い位置なのですから対策されるのは当たり前。これを跳ね返す策があって初めてシャーレを掲げられるのです。で、保持に関してはすでに返す刀はあって、例えば山口が前に出て3-1-5-1に変化。バイタルで数的優位を作りそこから崩しに移行したり、守備を中央に集めさせて左大外へのサイドチェンジを成功させてます。他にも佐々木をトップ下に起用することで、左利きのトップ下を右サイドで起用。右サイドで崩す能力を上げたり、左足でサイドチェンジした木にボールを届ける策も有効です。シーズン序盤に途中出場が多かった彼が先発出場を増やしているのは、そこら辺を考慮してのことなのかもしれませんね。保持に関しては大崎が救世主になるかもしれません。現状 4-4-2 での守りを崩すことはほとんどありませんが、大崎を入れて 4-1-2-3 にすれば、SH の守備免除はより行いやすくなります。リバプール式をそっくりそのまま真似るってわけですね。なので個人的な見解としては、中盤を状況によって変えていくことが優勝への鍵になるのかなと。大崎を使う 4-1-2-3 は私の願望でしかありませんが、使ってみても面白いと思うんですがね。あとは前線3枚が怪我しないことを祈りましょう。ここに関しては変わりがいません。サポーターはお百度参りにでも行きましょう。そんな神頼みな部分がありつつもやっとこさ優勝へ手が届きそうな現状。バルサカを目指した手前、麻薬のスタイルで手にするのは複雑な部分もあるでしょう。それでも喉から手が出るほど欲しかったこの栄冠をヴィッセルは手にすることができるのか。リーグ後半戦における楽しみの一つになりそうです。そんな感じで今回はここまでです。また動画を上げようと思いますので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。